飯田家義は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の武将。菅武平市秩父市流、渋谷茂国の子。兄弟に、三重高重時国、茂助、茂近、佐々木秀吉室。相模国口座郡長後で誕生した。大場ミク家の管理を行っていた、大場影近との所領争いの末鎌倉軍、飯田里を治める。 その後、影近と和睦子その娘をめとった。1180年、源頼朝が起こした、石橋山の戦いでは、源氏方に加勢する計画であったが、境川の前を、平家法の総大将、影近に、後方を弟の又の影久に挟まれ、その場は、平家法として参戦した。しかし、戦いの末少数となった頼朝勢を、問いの杉山へと逃避させた。 なお杉山で頼朝は、大場軍の梶原景時に居所を知られるが、未発見を装うことで、景時も、頼朝の救場を救った。しかし後の藤川の戦いにて、家木は、源氏方に参戦して、武君を挙げ、また石橋山での救援の件により、頼朝から厚く信任され、論功交渉において、兵士側だったものでは、家木だけが、 飯田郷号を安堵され、自刀に任せられた。1200年、北条義時の命を受け、かつて、石橋山の戦いで頼朝を救った仲である、梶原景時を倒しするが国王家の自刀職を得た。晩年を過ごした、飯田郷号には、現在藤塚城市公園があり、空堀の跡もわずかだが残されている。ありがとうございます。